公正取引委員会が若林区の印刷会社を訪れ、原材料費の高騰などに苦しむ中小企業の価格転嫁の状況について聞き取りをしました。若林区の印刷会社ハリウコミュニケーションズです。ハリウ H 社長が県中小企業団体中央会の副会長を務めているため、公正取引委員会が実情を聞く企業に選ばれました。 今日訪れたのののは、法学者の水文文委員や、東北事務所所白石文雄所長など4人です意見公開は。意見交換は冒頭以外は非公開で行われ、羽生社長は印刷業界で続く紙やインクなど資材の高騰について説明自治体の物品調達でも入札価格を抑えるため価格転嫁がしにくい状況を伝えたということです。 難しい部分もあるのかもしれないですけれども、やはりその企業の現場に足を運んでいただいて、そして、えー、まあ、我々の話を聞いていただいて、まあ、それがですね、施策の中で生きていっていただければ、えー、我々としては非常にありがたいなというふうに思っています。